満腹の。稲川、いい加減話せ。あ、それにここはどこだ。リンカさんとランカさんと戦っている間に。じゃあお前。いいえ、意味はありました。なんといっても神楽坂姉妹に勝ったんですもの。副筆頭とかは別にして、負けっぱなしというのもどうで、どうし、ここはいわゆるエリート区画か。ねえ、ももさん、二人でポイントを出し合って。もう一度言うぞ。どうしてですか。環境はいいし、いいことずくめじゃありませんか。住む場所なんて雨露がしのげさえすればいい。ここに住んでこそ名実ともに筆頭を目指すからには、住むにもふさわしい場所というものがあるでしょう。そんなに住みたければお前一人で勝手に住めばいい。そうはいかないから、こうやってここに住みましょうよ。ねえ、私と一緒に次のステップに上がります。また面倒な話。ランカちゃん、ここ私たち怪我の治療に来たんじゃ。このくらいの傷なんてことないよ。クズ竜はともかく、稲川にまでバカにされて黙って引き下がれないよ。あれはマナちゃんが。はあ、だって私たち死体とまで。そうでも言わなくちゃ。ももちゃんもランカちゃんも収まりがつかなかったでしょ。あのまま戦い続く。それは。それにあの流れだったら、どっちが勝っても。え、私たちが勝てば、ももちゃんたちは金剛先生への挑戦権を。向こうが勝てば、ももちゃんはマナちゃんとの約束を守って授業に出なくちゃならなくなるから。あ、本当だ、全然気づかなかった。稲川ってば、そこまで考えて薬流と組んだのか。それに気づいてたお姉ちゃんもさすがだね。だから負けてよかったんだよ。そう思ったら悔しくないでしょ。まあね、勝ち負けはともかく、お腹が減ったよ。こっちの方が100倍はお腹が空いてるのだ。お姉ちゃん、そんなにお腹減ったの。100倍は言い過ぎじゃない。お腹が減ってるのは。びっくりした、どうしたの。だからお腹が減ってる。お腹が減ったくらいで。満腹丸ちゃんにとっては空腹はし、このままでは空腹丸ちゃんに。それは大変、すぐに何か食べなくちゃ。ありがとうな。でもご飯。ピーちゃん、ピーちゃんと宴会する約束をしたから、それまでご飯は我慢します。なので一緒にピーちゃんを探してほしいのだ。でもそのピーちゃんが誰なのかわからないと探しようがないよ。ね、そうだ、一番、満腹丸ちゃん、ピーちゃんの真似をします。とりあえず殺す。クズ竜じゃん。うわ、似てる似てる。もう一回やって。食前食後に殺す。すっごい似てる。褒めてくれなくていいから、ピーちゃんを連れてきてほしいのだ。だそうだけど、お姉ちゃんどうする。ランカちゃん、ももちゃんを探しに行こう。はいはい、そう言うと思った。まったくお人よしなんだから、お姉ちゃんは。待っててね、すぐに連れてくるから。ありがたや、ありがたや。でも人の行為に甘えてばかりではダメなのだ。満腹丸ちゃんもピーちゃんを探さなくちゃ。いいですか、ももさん、私とあなたはここに住む権利があるんですよ。何度でも言う、興味ない、勝手にしろ。ももさんが一緒に来てくれないと引っ越しの許可が下りないんです。私たちはルームメイトなんですから。住めば都と言いますしね、引っ越すくらいいいでしょ。これはももさんのためでもあるんです。いい加減にしろ、本当に殺すぞ。おせっかいは負けるのの次に嫌いなんだ。勝者で落ち着きがあって、勝者が住むにふさわしい場所だと思いませんか。 あ今の
勝者と勝者をかけたんですけど、わかりました？はぁ、勝った人という意味の勝者と、すっきりしていてかっこいいという意味の勝者を。お前、自分で言った冗談の説明をして虚しくないか？もう、わかってるなら反応してください。恥ずかしかった。興味など全くない。それに一番最初に言ったはずだ、私の邪魔をするなと。今度はあなたたち、どうしてひと山いくらのドブネズミがこんなところを這いずり回ってるのかしら？おあいにくさまです。私たちは今度こちらで暮らすことになったんです。はあ、ちょっと言っている意味がわからないわね。ネズミの言葉は理解できないわ。では、わかるように言って差し上げます。この度、五期生の副筆頭に抜擢された私こと稲川真奈は、エリート区画に住む資格を手に入れたんです。あなたに文句を言われる筋合いではないと思いますけど。文句なんて言ってないでしょ。ただドブネズミ臭いわ。そう言ってるだけ。確認しておくが、治療プログラムに貢献する戦闘行為はすべからく推奨されるんだったな。それがどうかした？ちょっとモモさん、もしかしてあなたバイオラさんに喧嘩を売るつもりじゃ？エリート区画に住むんだろ。キーキーうるさいキツネを駆除しておく必要があると思うんだがな。やれやれね。尻尾を巻いて逃げ帰ればいいものを。筆頭だか飼育員だか知らないけど、小春も何をしているんだか。あなたたち、自分がどういう状況に置かれているのか少しも分かっていないのね。どういうことですか？ビクには学生の遊び場ではないのよ。正直腹が立つわ。自分が何者か、どうしてここにいるのか分かってもいない分際で。自分が何者か、身の程をわきまえないネズミに目の前をうろちょろされるのも鬱陶しいわ。自分がどの程度なのか身をもって思い知るいい機会かもしれないわね。そこに隠れているデブスライム、出てきなさい。ギコ、なんの歌？もうあわわ、満腹丸ちゃんはピーちゃんを探しに来ただけで。満腹丸、喧嘩はやめよう。無駄なカロリーの消費は悪徳なのだ。水を差すな、満腹丸。喧嘩なんてバカのすることだよ。どうせならバイオちゃんも一緒に宴会をするのだ。満腹。はい。特上のうな重5人前でどう？肝水とデザートもつく？よくてよ。契約成立なのだ。ピーちゃんをぶっちめてうな重をゲットするのだ。あなた勢いよく手のひらを返しすぎじゃありませんか？喧嘩なんて無駄なカロリーの消費だとか言ってたでしょ。にカロリーが補給できるなら無駄ではありませんし。構わない、戦えるなら何でもいい。はあ、やるしかないみたいですね。では始めましょう。キツネがどうやってネズミを狩るか身をもって思い知りなさい。満腹、いけるわね。いけるのだ。よし、暴れるわよ。おら、
一番へ飛んで。そこ、そこ、くたばりなさい。これで終わりよ。やっ、て、て。これじゃウォーミングアップにもならないわ。図が高い。てっ、しつこいわよ。一番へ。ほら、てっ、てっ、図が高い。ナイス。やっ、これはどう、飛んで。ほら、これで終わるよ。邪魔よ。50コンボ突破。跳ねてろ虫。ほら、味わえな。お嬢、そこ。て、食らいなさい。ほら、そこ。そら、邪魔よ。今度突破。ほら、そこ、邪魔よ。おねんねしたか。これで終わりよ。くたばりなさい。一番へ。ほら、いたぶってあげる。ほら、そこ、これで終わりよ。そら、ほら、やっ、次、そら、ほら、ふナイスタイミング。やっ、これで終わりよ。
いいじゃない。誰に来るなんて物好きね。ほらそこ。お嬢さん。五十個。そうね。これで終わりよ。そら。た。しびれな。くらいなさい。飛んで。この感じ。やっそ。邪魔よ。しびれな。図が高い。ナイス体操。もっとた。これじゃウォーミングアップにもならない。ふっ。そ。そこ。そ。味わいな。跳ねてろ。ソラ、そこ、ソラ、しつこいわよ。いたぶってあげる。と、な、邪魔よ。そこ、ソラ、そこ、オーライ。50個も突破。おねんねしてた。邪魔よ。ソラ、くたばりなさい。この感じ、余計じゃない。100コンボ突破。しびれな。ほらほら、先を急ぐわよ。見つけたんだ。仕掛けるぞ。フォックスハンティングだ。レッド。邪魔だ。そこ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 。しのぎきる。しのぎつのせい。そこ。しのぎつのせい。しびれな。くらいなさい。ほら。そら、これで終わりよ。そら、味わいな。そのほら、跳ねてろ。ほら、そら、ほら、ほら、ほら、そこ。そら、味わいな。図が高い。そこ。そら、これはどうできる。ね、一番。次はないさ。しのぎ、そこ、そこ、たまりなさい。お嬢、ほら、しのぎき、ほら、おねんねしたらもらった。無駄。しびれな。ドライブ。行くわよ、満腹。行くなら。この滑走だ。もらった。味わいな。お上手。ボスはその程度。虫けら。邪魔よ。味わいな。お上手。ずっと。
しょうね。ほら、何見てんのよ。私は一また一つ女に磨きがかかったわ。いい感じね。もう終わり？まだだ。あんまりやりすぎても一人くらい減っても構わないか。やっと意味がわかる言葉を聞けたわ。これほどの差があるとは想像もしています。副筆頭の役職は辞退します。バイオラさんこそ副筆頭の副ってナンバー2って意味でしょ。ならせめて私とペアを組む。嫌よ。全身そんなあなたと組むくらいならまだこっちの方がマシだもの。振り回されたのと。うな重5人前は後で届けさせるわ。お願いします。私は満腹丸さんにも及ばないって言うんです。ほら、それすら分かってない。そうです。あなたこの区画に住みたいと言ってたわよね。その話はもう。ここのところ小春が筆頭の仕事で忙しくて、あなたがエリート区画に住むというなら練習用のパートナー。それで構いません。おそばに置いてください。引っ越しの手配は越後屋に頼みなさい。爪の赤ほどだけどあなたに興味が。ありがとうございます。私パートナーとして悪く思わないでください。ももさんを裏切るつもりはないんです。ただ、さっきも言った通り私は次。いいえ、何を言っても私は最初から一人。ごめんなさい。どうでもいい。あの、お前も行け。もしかしてうな重に目が絡んで。一人にしてくれ。ごめんなのだ。自分が何者か思い出せるのは。くそ。私たちの物語ね。